はい、ゆうご .tv でーす。早速本日のお題を読んでいきまーす。自分が中心で世界が回っているわけではない、こちらのお題を今から読んでいきます。私がまだ10代の頃、反抗期がありました。自分の主張を突き通し、他の人の意見を聞きませんでした。自分が中心になって世界が回っていると勘違いをしていました。していた時期です。まだ何も知らない私は、親には数えきれないほどの反抗をしていました。親が作ってくれた食事を食べない、家族行事には参加しない、親の言うことは聞かない、自分が中心と思っていたため、周りの言うことに逆らっていた時期がありました。思春期に起こる反抗期とは、自己中心的な考えと主観的な考えがあるため、周りの状況が飛躍できてません、できません。世界が自分中心で回っていると思い込んでしまうのです。しかし、それらは全て勘違いでした。年を取るにつれ、自分が今ここまで成長できたのは、たくさんの人のお世話と支えがあったことに気づきます。10代後半からのアメリカへの留学経験が、自分一人の力では何もできないことを知るきっかけになりました。手続きも必要です。親からの支援、資金援助も必要です。お金の援助、精神的な支え、たくさんの人の協力、自分一人で何かをしようとしてもできません。一人で生活をするためには精神的な心の支えが必要です。親からの愛情だと気づいたのです。自分の力のなさに気づいたとき、思い込んでいた自分中心の考え方は崩壊したのでした。自分中心で世界が回っていると思うことは、世間を知らない若い時期に経験します。思春期にたくさんの恥をかい、恥ずかしい反抗をしてきた分、私は逆にその反動があります。今はありがたみというものが見えてくるようになりました。まだ分かっていない部分もありますが、恥ずかしい経験を若い頃にしておくと、気づくきっかけがたくさん出てくるのです。今日の格言。自分中心で世界が回っているという勘違いを経験しておく。なるほどね。確かに、いくら自分中心でも周りの人のサポートがあって成り立っているという気持ちを忘れないでいることっすね。はい、今日も勉強になりました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。バイバーイ。